今日もやっていいいきたいと思います漫画模写 RTA、えー、これはピンポン編ですね、えー、いつものようにレギュレーションはまあ下書きなしのも一発書きで、えー、消しゴムなしアンドゥなしというような無駄に攻めたレギュレーションになっておりますまあもう何もないところに一発でペン入れをしていくのがもう一番早いという結論結論でございます えー、これはピンポンの月本くん、まあ、スマイルってやつですね俗に言う、えー、皆様はピンポンを読んでらっしゃるでしょうかまあ多分読んでるからこの動画を見てくれてるみたいな感じではあるとは思うんですけどいやーこれはあのー 最初の序盤の月本とあの佐久間がまあいわゆる悪魔が戦うシーンですよね。もう悪魔が自分の待遇をかけて戦いに来てるけれどももうそれをもう感情のない月本がもうあっさり蹴散らしちゃうみたいな。まあやっぱピンポンポは 皆さん悪魔に感感情移入ししなながら見るっていううじなんでしょうかあそこのもう才能至上主義みたいな感じのあそこのシーンでこの漫画はまあ普通のスポーツ漫画とは違うなっていうようなやっぱそこでちょっと衝撃を受けるというかもうそこからもうガッと最終話をまで引き込まれるみたいな感じなんでしょうか。 僕、アニメから見ちゃったんですけども全然その松本太陽さんをチェックしてなくて「鉄根キンクリート」とかあとはあのアニメのピンポンを見てからこの漫画版のピンポンを見たんですけれどもアニメ版の再現度めちゃめちゃ高いですね。もうアニメのあのあシーンだって って思いながら漫画読みましま <laughs> 逆,逆だと思いますけどあまああの「ONEPIECE」の小田一郎先生も、まあ、天才漫画家といったら松本太陽だみたいなもう超尊敬してるみたいな松本太陽先生の DNA を受け継いでる人はめちゃめちゃ多いですよねあの名前,名前忘れちゃったけどあの配給の 俳優の先生もあのデビュー作だったりとかなんか最初の読み切りだったりみたいな最初の読み切りか忘れたけどあの絵本の中に入ってくやつみたいな病,病人の男の子が絵本描いてとかそんな感じのあれももうろ松本太陽みたいな感じしますもんね。俳優でおなじみの,あの効果音のなんか。 オノマトペの使い方みたいなのも、そこもやっぱりこの松本太陽のまピンポンだったりとか、まあそういうところから来てるっていうそういうなんか流れがあるんじゃないかなと僕は分析しておりますが、ソースは全くありません。間に受けないでください。もうなんかやっぱ絵がめちゃめちゃ上手くてで。 その背景ごとちゃんと世界観を作ってるっていうところがやっぱ面白いですよね。まあ、今回は面倒くさいんで背景は書いてないんですけれども、まあ、これ体育館で卓球してるんですけれどもこの模写元の絵はまあ体育館の屋根が見えてるんですよね。屋根っていうのはあのは下側室内の天天井井ですね天井が ちょっと見えてる構図なんですけれどもあの体育館の天井ってめちゃめちゃ骨組みがありますよね。なんかあの骨組みがあなんかパースのなんか表現みたいな感じになっててなんか放射状にガーッとこの目線を誘導されるようにこの卓球で打ったこのインパクトの。あー まあ、カッっていう効果音とかもあるんですけどこれそのラケットの方じゃなくてこの打った瞬間のインパクトの場所に目線が誘導されるようにそういう背景のパースっていうのも利用しているっていうまあこれは背,背景を書いてないから、まあ、説明がちょっと難しいんですけれども、まあ、とにかくそのキャラクターとかだけじゃなくて。 駒の中の全ての情報を使ってなんかうまく目線誘導してるっていうのが、まあ、写真ととかじゃでできないことですよね写実的に描いたら、まあ、そうはならないんでやっぱ漫画力のうまさと言いますか、まあ、その背景すらも実際の絵の見え方に協力してくれるっていうようなもう全てのモチーフがちゃんと絵を見やすく 絵の世界観を作るために噛み合ってるっていうまあ。なかなか最近の漫画だと結構その背景を写真模写して終わりみたいな感じだと難しいような。そういう表現ですよね。もう画期的な画期的なことだなと思います。ただ、もうオリジナリティがありすぎて、もう真似したらもうすぐ松本太陽式だね。っていうのはバレバレっていう。 まあもうアイデンティティをもを築き上げてるっていう感じがしますよねなんかこの目とかちっちゃいのもいいですよねその目で演技させないみたいなもう顔全体の表情で演技をするっていうのがまあやっぱりその目の中の情報を細かくどんどん書いていくっていうのはまあ イラストレーションでは鉄則だとは思うんですけれども、まあ、実際の人間がそううじゃなないいっていうことですよねなんか目とかを大きくすると、まあ、黒目を大きくしたらその目の可動域みたいなのが狭くなるし、まあ、目本体でっかくしても、まあ、顔に対する目の割合が大きすぎると、まあ、顔全体での表情のつけ方、まあ、顔をしかめたりとか、まあ、あ上目遣いだったりとか。 いろいろあると思うんですけれども、まあ、目だけに頼らない顔の演技っていうのがちょっと目の割合が大きいと難しくなってくるっていうことですよね。まあそれが目ちっちゃく描くっていうのはやっぱ難しくて、まあ、何が難しいっていうと、まあ、バランス取るのも難しいしあの表情が豊かになりすぎるんで。 なんか同じ顔を描いてる感じっていうのをキープするのが難しいんですよねいろんな表情をさせた時にちゃんと全部同一人物に見えるかどうかっていう点ではめちゃめちゃ難しくてだからピンポンとか読んでる時もたまになんかこの表情あれ誰だろうみたいな感じにはなんかたまになったりとかはするんですけれどもやっぱそこら辺はまあもうトレードオフといった感じなんでしょうか。 ただまあピンポンの素晴らしいところとか松本太陽先生の素晴らしいところはまあもうちゃんとそのキャラクターが絵だけじゃなく個性でもまあこいつはこういう表情をするなとかこいつはこういうことを言うだろうなっていうのがもう割としっかりしてるんでまあそういうまあなんかお話の面でもまあちゃんとキャラクターが差別化できているっていうのがまだからなんか比較的まあその読んでてあれこれ誰だっていうのはまあ 見失い絵だけを見たら、まあ、たまに分かんなくなっちゃう時はあるんですけれども普通に漫画を読んでる分には、まあ、まずそんなことはあまり起きないといった感じなのでしょうかこれはもしかしてもうこんな感じで終了なのかな今回は、まあ、背景書いてないっていうのもありますけど、まあ、割とサクサク早めに終わったんではないでしょうか まあ結構カク,カクの線なのでねあの全てのカク,カク具,合具合を別に合わせてるわけではないんですけれどもまあなんとなく似てそうだなっていうところまでたどり着ければいいかなっていうかなり自分の中では甘い最低というか判断になっております。そして結構なんか思い切った。 白と黒のなんかグニグニしたハイライトといいますか、まあ、この感じもやっぱそのピンポン特有のなんか卓球漫画って多分ピンポンやってた時ってそんなになかったんじゃないかなっていうそもそも世界的に卓球がちょっと地味めなスポーツだと思われてる中ゴリゴリのスポコンみたいな力強い雰囲気っていうのを 出したっていうのは、まあ、話のエグさもあるし。まあ、こういう、なんか、絵の強さ。まあ、線の独特さもそうだし。こういうベタグロの強さみたいな。ところから、なんか、まあ、絵に気迫を。何かな怨念じみた <laughs>。なんか、そういう。強さを感じますよね。が、こういう。なんか。ハイライトというか、まあ、黒の。 作り方みたいなのでテカテカしたズボンを描くみたいなのもやはりめちゃめちゃオリジナリティとうまさを感じるなと思いましたお疲れ様でした。